憧れていた横浜の大学に合格したマミは、桜が咲くキャンパスを歩いていた。大学に入ったらテニスサークルに入ろうと決めていたマミであったが、テニスは初めてだった。校舎にたどり着くまでの間、何度も上級生たちに囲まれた。マミはいくつかのサークルから勧誘されたが、イケメンの部長、トールに勧誘されたことがきっかけで、彼が所属するテニスサークルに入ることにした。スポーツマンで爽やかな3年生のトールの周囲には、女子部員の取り巻きがいつも何人もいた。トールと同じ学年の副部長、ケイゴは、トールと対照的な真面目な感じの、メガネをかけた控えめの人だった。二人ともテニスがとても上手で、二人がラリーを始めると人だかりができるほどであった。おい、ケイゴ、マミにテニスを教えてやれよ。え、僕が教えるの？お願いします。マミは正直なところトールに教えてもらいたかったのだが、新入生の立場でそんなことは言えるはずもなかった。それから、ケイゴはマミを相手に、ラケットの持ち方やサーブの打ち方など、一つずつ丁寧に教えていった。マミは、ケイゴと練習をしながら、横で別の女子部員とラリーをしている、トールが気になっていた。お疲れ様。いつか僕に勝ったら、僕が一番好きなお店に連れて行ってあげるよ。とても美味しいフレンチのお店があるんだ。はい。その日が来ることを楽しみに頑張ります。これがトールさんからのお誘いならば、もっと嬉しいんだけどな。それでもマミはテニスに打ち込んだ。ボールを自由自在に打ち返せるようになった楽しさを知ったマミは、持ち前の運動神経の良さで、めきめき上達していった。しかし、初心者のマミに一からテニスを教えた敬語は、マミのサーブの癖を知り尽くしていた。そんなマミのサーブはどうしても敬語に打ち返されてしまうのだった。学部の友達やサークルの仲間に囲まれて学生生活を楽しんでいたマミに、大学に入って3回目の春が訪れようとしていた。マミはまだトールに思いを伝えることができずにいた。マミ、僕が卒業する前に試合をしてみるか。はい、お願いします。腕が上がっていたことを自覚していたマミはそう答えた。ケイゴの卒論の審査が終わった日の午後、マミとケイゴは山手のテニスコートにいた。部員たちが見守る中、二人の試合が始まった。同点で迎えたマミの最後のサーブが放たれた。ケイゴは踏み出すのをほんの少し遅らせた。マミの一点が入り、試合が終わった。マミ、ずいぶん強くなったな。もう僕が教えることは何もないよ。ありがとうございます。先輩のおかげです。汗を拭きながら観客席を見ると、トールと後輩の女の子が寄り添って座っているのが見えた。以前から二人の仲は噂されていたが、目の前で二人が一緒にいるのを見せられるのは、マミには辛かった。敬語に勝った嬉しい表情が消え、みるみるうちに青ざめていった。僕に勝ったのに、嬉しくないのかい？いえ、そういうわけではないです。そうだ。次の土曜日、前に約束したお店に行こうか。はい、お願いします。土曜日、ケイゴは車でマミを迎えに来た。二人はケイゴが予約したお店で食事をした。その店は横浜でも歴史のある老舗のレストランだった。こんなに美味しい料理を食べたことがありません。先輩、ありがとうございます。帰りの車の中、助手席から横浜港に沈む夕日が見えた。山下ふ頭に寄ってください。少し海が見たいです。
わかった。寄り道をして帰ろうか。山下ふ頭まで車を走らせた。ふ頭に車を止めて、二人は岸壁に座って海を眺めた。マミの目からは涙が流れていた。私。マミは泣き出してしまった。わかっているよ。トールのことだろ。二人の手と手が触れたが、お互いにそのままにした。しばらく時間が流れた。三月が終わりに近づいたある日、四年生の追い出しコンパが、港の見える丘公園近くのカフェで行われた。トールとケイゴは、卒業証書を片手にスーツ姿で現れた。マミがスーツ姿のケイゴを見るのは初めてだった。大人っぽく見えるケイゴの姿にマミは戸惑った。僕は田舎に帰って銀行に就職することになったよ。サークルともマミともこれでさよならだよ。楽しかったよ。ありがとう。はい、ありがとうございます。先輩のおかげで。テニスの楽しさを知ることができました。4月からは私が副部長になります。そうかい、頑張れよ。そう言うと敬語は4年生の輪の中に戻っていった。夜9時を過ぎ、追い出しコンパが終わった。サークルのみんなは駅に向かって歩き出した。マミ、駅はこっちだよ。私は用があるから。マミは山下公園に向かった。なぜか一人になりたかった。マミは歩きながらこれまでに感じたことのない寂しさを感じていた。マミが初めて敬語への気持ちに気がついた瞬間だった。マミの心には敬語との日々が思い出された。ゆっくり坂を下ると、遠くに無敵の音が聞こえた。